力を借りるのはリソさんでございます、はい、あとは若干この皆さんでアドラーを意識しつつ、はい、まあ、アドラーさんタイプ9には多分何も文句はないですよおそらくあでもまあ直面する人生のタスクをどう乗り越えるか、あそこは多分そこですよ課題はなるほど、他者の課題はもうとっくに切り捨てているが、うん、切り捨てるし、そう、ただ自己肯定じゃなくて自己需要とも言うんですね、はい、まあ、これ岸見一郎さんの嫌われる勇気のアドラーなんですけど、うんうん、自己の需要もしてますよね、はい、であと何が問題なんでしょうね、タスクですよ、タスクが片付けられないんですなるほど、ちょっとこの辺見ていきましょう、うん、はい、今日紹介させていただくのはエニアグラムあなたを知る9つのタイプ基礎編、はい、性格のタイプ9、平和をもたらす人、のんびりしていて控えめなタイプですと、受容的、安心させる、周りに合わせる、受動的と、うん、根源的恐れは喪失と別離、うん、消滅させられることで、根源的欲求は内面の安定と心の平和を維持することで、超自我のメッセージとしては周りの人が大丈夫であれば大丈夫だ、うん、私たちがタイプ9を平和をもたらす人と名付けたのは、うん、彼らほど自分自身や他者のために内的外的平和を希求する求めるタイプはいないからですと、うん、彼らは往々にして精神的スピリチュアル探求者であり、他者や宇宙とのつながりを切望していますと、分かってますもんね、うん、同一だろ、みんな同一なんだよと、要はアダムとイブでいうところの、もともと神様は不完全なものを作るわけがないと、はいはい、じゃあごめんなさい、ブッダの話をして急に神様を出すのもなんですが、はいはい、で平等だったはずだと、一体だったと、うん、ただそこでリンゴを食べた時に、うん、欲に駆られて、うん、全てが変わっていくわけですね、うん、自分と他者ができるみたいな、はい、でもタイプ9の人は知ってると、でつながりを切望していると、うん、身の回りの世界に平和や調和を確立するよう努めるとともに、うん、心の平和を維持しようとしますと、うん、タイプ9が抱えるテーマはあらゆる内面のワークの根本です、すなわち本質に目覚めているか、それとも眠っているか、存在しているか、うん、それともトランス状態に陥っているか、緊張とリラックス、平和と痛み、融和と別離のそれぞれいずれかということです。何を言ってるのかさっぱりわからない。皮肉なことにタイプ9はスピリチュアルな世界をとても思考しているタイプだが、本能センターの中心であり物質界や自分自身の体に最も根ざしている可能性があります。タイプ9は自らの本能的資質につながり、とてつもなく自然なパワーや個人的魅力を持っているか、本能の力から切り離され関わりが薄れてよそよそしくなり軽々しくなることさえあるか、どちらかなのです。これを見ると、うん、要は本能センター、うん、本能センター 8、9、1、はい、2、3、4がハートセンター、うん、5、6、7がヘッドセンター、うんうん、でタイプ9は、本能センターの真ん中なので、はい、実は物質界や自分自身の体に根ざしている可能性があるっていうのは、うん、この一体だよねと思いながらも実はなんか欲も激しいっていうことなんですかね。なんかその精神的な話をずっとしてるじゃないですか、はい、まあ、それがスピリチュアル、うん、だけどもっとこう本能的なものがドーンとあるって話、実は、うん、でしょ、そういうの、まあ、本能ですよ多分。感じたりします？感じる。僕はもう欲にまみれてるっていうのが分かって、それを出してるチャンネルなんですけど、ここは欲はありますよね。でもなんかもっと欲というか、まあ、本能ですよね、生きるとか、うん、要は僕はもう本能丸出しだと思ってるんですね、恥ずかしいぐらいに、うん、動画的な人格とはいえ、はいはい、うん、結構出してるつもりなんですけど、うん、あまりなんか欲深く見えませんよね、この人。その欲が違うんですよ、多分。欲深い金儲けみたいなの話じゃないですか。もあるし、まあ、モテたいもあるし、うん、肉への欲求ですよ。肉への欲求、はい、まあ、それはこう、まあ、本能ですよね、クーネル遊ぶみたいな、うん、そういうのは多分あると思いますよ。あると思います。思いますというか、あります。ある、あります、ありますよね。あ、そのそれがこう、なんだろう、楽したいみたいな。それは僕もあります、うん、楽して成功したいみたいな。それは僕もあります、はい、まあ、すみません、ちょっと読みますね、はい、でも
要はそこの本能エネルギーに接触できてない代償として、うんうん、タイプ Q は思考や情緒的ファンタジーに逃げ込むことがあると、まあ、なので時にタイプ Q は自分をタイプ5とか、うん、タイプ7の頭のタイプ、うんうん、もしくは2や4、うん、フィーリングタイプと間違えることがあると、うん、あだからさっきの、はい、欲みたいなのは、はい、頭で考えた6とか7とか5とかみたいな感じじゃないですか。あ、まあ、それかフィーリング、もっと本能的な欲求ですよ。僕も結構ドンと来るものはありますけどね。ドンと来るのが、はい、なんかこう野生的な感じ。じゃあ僕の逆に、食いたいみたいな。僕の逆に野生っぽくないんだ。野生っぽくないですよね。モテたいとかじゃないですか。うん、モテたいは野生っぽくないですよね。そうなんだ。そうじゃないですか。あ、確かに、うん、肉をガバッっていうのは、うん、はしたないっていうのはあるかもしれないです、うん、なんかこう頭とか心とかなんかそういう感じ考えてるとかそういう感じがするじゃないですか。見栄えは、うん、考えますね、うん、でこう例えばこうモテたいみたいなのも、はい、バーッとモテたい感じじゃないですか。うん、こうあの子だみたいな感じじゃない。そうですね、うん、網です。網じゃないですか。バサーって網を引いてはいはい、はいはい、そういう感じじゃないですか、うん、もっとこう欲ですよ。ガッツの欲はそういう欲じゃないですか。読みましょう。腹いっぱい食いたいみたいな。僕腹いっぱい食いたいはあるんですけどね。本能エネルギーのバランスが崩れると自分自身を抑えるためにそのエネルギーを使います、うん、自分自身の力を抑えることにより心の中のあらゆるものが不活発で鈍くなると。自らのエネルギーが使われないとよどんでしまうのです。欲が良くないと思っている、うん、邪魔。なんか欲ってガソリンじゃないですか。要は違うんですよ。欲は苦しみなんですよ。お釈迦様が言うやつそれ。そう、そういう感覚ですよ多分。欲はガソリンですって。ガソリンですっていう人には多分苦しみなんですよ。で苦しむは苦しみ、うん、でもお釈迦様言いますよ、人生は苦しみだって、うん、それをだもう悟りましたよ、うん、あもうずっとこの欲にまみれて生きるんだろうなと思ってますよ僕は。でこの出すことで欲を出すことでお金にならんかなって、これが一番楽な欲を出して、うん、その恥ずかしめを受けることでお金に変えることが僕にとっての楽かなとは思ってるんですけど最近、うんうん、そんな感じでもないんですね。そんな感じでもないですよ、まあ、そこの道も楽な道ではないです。その毎日葛藤ですからね。そう、はい、すいません。私たちは時にタイプ Q をエニアグラムの頂点と呼んできましたと、はい、グルジェフ総論でもそうでしたね、うんうん、頂点というか、うん、頂点に居座ってるんですよ、はい、動かない、うん、初めから動こうともしないんですよ右回りに、うんうんうん、なぜなら図形の一番上にあり全体をこの内包包合するように見えるからです、うんうん、タイプ Q はタイプ8の力、うん、タイプ7の楽しみと冒険、うん、タイプ6の忠実さ、うん、タイプ5の知性、タイプ4の創造性、タイプ3の魅力、タイプ2の寛容さ、タイプ1の理想主義を持つことができますと、うん、はい、はい、けれども彼らが一般的に持っていないのは、うん、真に自分自身を生きる感覚、うん、強いアイデンティティなのですと、うん、それはわかります。はい、うん、したがって皮肉なことにタイプ Q が唯一似てないのは、うん、タイプ Q そのものですと、うん、他から分離した自己であり自己主張 しなければいけない人間であることは、うん、タイプ Q にとって恐ろしいことです、うん、それよりも誰かと溶け合ったり、うん、そっと理想的空想を追っていないとです、うん、あちなみに隊長は、うん、ご自覚が Q でらっしゃる、はいはい、でタイプ Q は例えばタイプ Q のビジネスコンサルタントが私は自分が他の人に関心を集中させることに気づいています、うん、どんな人だろう、どこでどんな暮らしをしているんだろうといったようにと、人との関係では相手のために自分自身の予定を諦めることが多く、うん、人の欲求を飲んで自分自身の正当なニーズをおろそかにしないように気をつかなければなりませんと、うん、そんな感覚ってあります？ありますよ、まあ、断れないってやつですよね。あ、動かないじゃなくて動かないじゃん、絶対やりたくないってことは手ごでも動かないけど、はい、大抵そのトラブルが嫌なんで、はい、これお願いねって言われたら分かりましたって合わせていくところがあるので、何が
そうされるんですかね。あ、だからこう葛藤が嫌なんですよ。断るっていうことが自体が嫌なんですよ。相手に嫌な思いをさせるんじゃないか、断りやがってって言われるんじゃないかですよ。体調でもありますか。ありますよ。なるほど。でやりたくないことは不機嫌な顔してやりますよ。あ、僕それをなんか察しちゃうからなんですかね多分。うん、うん、タイプ9は人生の不安な側面を無視し、うん、麻痺することで一定の平和と慰めを得たいという、うん、誰でも陥る誘惑の例を示しています、うん、彼らはスピリチュアル達成を偽るにせよ、うん、より大まかに現実を否定するにせよ、早く平和を生きようとすることで痛みや苦しみに対応するのです、うん、他のどのタイプよりもタイプ9は人生の逆説や緊張から逃げる傾向を示しますと。そうしたものを超越しようとしたり、単純でたやすい解決を求めようとするのです、うん、そっか、そうなんです、はい、苦しいって分かってるんですよ、何かをそのするっていうことが、うん、平和を乱すかもしれないことをすることは、うん、自分のニーズを曲げてするよりもそっちの方が楽だから、楽だからと思ってるけど楽じゃないんですよね結局後から断れよかったみたいなのがあるじゃないですか。立ち向かわなきゃ、逃げた、うん、逃げたものは、うん、いつかどこかで立ち向かわないといけない、そうそう、いけないって言いますもんね。後から立ち向かうみたいな、より大きな壁となって大きくなってから自分が弱いままでみたいな、うん、そうなんですよね、うん、なるほど、この辺か、うん、人生における快適さを強調することは無論悪くないと、ただ生き方が狭くなる、うん、逆境から自分を守る方法として、うん、憂いの反面には喜びがあるとタイプ9が考えるとしたら、うん、他のタイプも歪んだ見方を持っています、うん、例えばタイプ4は自分が傷を負っていることや、うん、犠牲者であることに焦点を当てる、うん、タイプ1は物事が何が間違っているか、うん、ということをとうとうと、うん、ただタイプ9の場合、これらのタイプとは対照的に心の平和が揺るがないように、うん、でそのためだけに人生の明るい側面に焦点を当てる、うん、この辺、はい、人生の暗い面を否定するよりもタイプ9が理解しなければいけないのは、他のタイプによって提示されたあらゆる見方もまた真実であるということですと、うん、俺も真実だ、うん、この欲にまみれた僕でさえも真実であると、うん、いうことですね。でタイプ9は現実の世界から離れ、うん、早すぎる悟りの世界、うん、そう冒頭に申し上げた、はいはい、何苦しんでるんだろうこの人たちは、うん、そうこれが人生なんだよって。あ、だからさっきの食欲とかも、はい、多分そんなに気にしてないんですよ。最低限でいいよ質素な生活でいいよって言ってれば楽なんですよ。あ、多分1とか8とか8とかは特になんかもっといっぱい食いたいみたいな、はいはいはい、うまいもん食いたいとか言って肉がステーキが似合いますね。似合うじゃないですか。ビフ的ですね、はい、多分9はもっと質素、もういいこれだけでいい、その代わりちゃんとこう前死なないようにちゃんと健康でいられるように木の実をくれとみたいな感覚。なるほど、血は滴らんでもいいと、うんうん、とりあえず食えればいいみたいな、お腹が満たされればいい、満たされればいいみたいな、神の白い光、白光に逃げ込みたいという衝動を抑えなければならない、うんうん、やり抜くことが唯一の出口であると覚えておく必要があります、うんうんうん、っていうと他者の課題に若干葛藤を避けるために付き合ってる可能性はありますね。付き合ってる可能性、あ、まあ、だから他者の課題ではないことも受ける、受けるというか、自分のやりたい、やるべきこととかやりたいことがあっても、はい、なんか他の人に言われるともうそっちをやっちゃうみたいな、この辺なんでしょうね、うんうん、